圏内に食らいつくトリニータ。今回はアウェーでヴァンフォーレ甲府と対戦。前節からスタメンは変更なし。今回もゴールを守るのはテイシェイラです。前半15分ショートコーナーからトリニータが仕掛けていきます。試合は拮抗していたかに見えましたが、このチャンスをものにしたのがトリニータ。野村から高畑のクロス、ニアに飛び込んだのが羽田健人。なんと今シーズン初ゴールでトリニータが先制します。もう一度見てみましょう。高畑のクロス、ニアで潰れ役になりたかったという羽田でしたが、しっかりとチャンスをものにしました。さらに29分、相手のゴールキックをまずは安藤が前に出すと、渡辺新が前に蹴り込んでいく。ここは対策済みだったと後に語ったイーサー王が猛ダッシュ。このディフェンダーのクリアをしっかりと押し込んでゴール。2対0と大きくリードを広げます。もう一度このイーサー王のゴールを見てみましょう。なんと10試合ぶりのゴールというフォワードですが、その試合は甲府戦。甲府に強い男。ただ後半は試合が一転、7分にはこの中央のボールを決められた三平。元トリニータ恩返し団が流れを変えてしまいます。続く25分、こちらもクロスを上げるとディフェンダーペレイラのクリアがミスを誘われてしまい、2対2、同点とされると、さらに勢いを持つ甲府。37分には攻撃を止めようと梅崎司がスライディング。これが PK の判定。一度は PK を止めていた西川でしたが、ここは決められてしまい2対3。トリニータはこのまま最後までひっくり返すことができず、試合は2対3のまま終了。痛い黒星となり、プレーオフ圏内陥落です。こんにちは。こんにちは。キックオフ大分です。いや、この試合の結果によって順位を大きく落としてしまったことがちょっとね、辛いですよね。はい、ただ複数得点2試合連続できてますから、ホームでは3得点見せてほしいなと思います。では順位表を見てみましょう。トリニータは9位ということになりました。ただプレーオフ圏内6位とは勝ち点差1ですので、まだまだチャンスはあります。絶対に勝ちたい次の試合が今夜、ホームで徳島ヴォルティスと対戦します。その徳島戦から登場するのが、この勝利のマルンちゃんです、はい、見てください皆さん、可愛いでしょ。大きいですね。このマルンちゃんが実は監督の隣ベンチに座るんですよね、うん、そうなんです、はい、このベンチからマルンちゃんとお出かけ兄ちゃんが勝利に向かって盛り上げていきます。ぜひ皆さんも一緒にホームで応援してください。チームの裏側を公開するコーナー、トリポート。テーマはプライベート。今回のトリポーターは、今日トリポートをする佐藤常成とよし君です。それでは行ってきます。今日は藤本選手に来ていただきました。プライベートはいつもどんなことされてるんですか？お家で何されてますか？お家で何もしてません。しょうもな。何かプライベートって何してますか？引きこもり。引きこもりですか？本と読んでしないですか？うん、読まない。常に漫画読んでる。漫画っすか？うん。よし、はい、何してるんですか？早く。何？あの、僕、休みの日いつも何してるんですか？なんか本読んだり、映画見たり。小説とかあったら、流浪の月とか。なんすか？流浪の月。流浪？流浪の月。流浪の月？おもろいんですか？プライベート、これ何も答えないからね。プライベート何してるんですか？何もしません。何食ってるのかっていう、やっぱプロサッカー選手。やっぱいいっすね。お前解説してそれ。栄養素。栄養素。栄養素。タンパク質、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 炭水化物、タンパク質、ビタミン。健康ですね。自炊とかちゃんとできてるんですか？自炊してますよ。マジですか？プライベートとか。どこから来てんの？僕とか何してるんですか？僕？はい。まあ、サウナ行く。サウナ。男性好きっての言ってましたね。うん、好き。何？プリンスヤマティです。違います。やめて。映画の調子も良くなってね。やめて今。来てますね。いいの見てるんだ。それはダメだ。いいの見てる。それはダメだ。ケイさん。今からどこ行くんですか？今からどこ行くんですか？帰ります。帰って何するんですか？寝ます。寝る？
試合に向けて。いつもプライベート何してるんですか？遊んでます。え、どこ行って遊んですか？友達と。どれ友達いるんですか？何の撮影プライベート聞いてるっす。安い子安い。プライベート安さんいいっすか？オフの日何してるんですか？オフの日も映像を見てます。映像分析してます。マジっすか？はい、あなたのために分析してます。モテるためにしたら、モテるための分析相当足りないよね。したら相当足りないよ、ね、分析してあの私服だったら結構なかったです。おいおい、いつもオフどんなことしてるんですか？オフオフの話です。子供と遊んでます。どっか行ったりするんですか？どっか行ったりしますよ。あんまりですか？うん、水族館とか。水族館ですか？どこのですか？うん、どこのですか？あの福岡のなんだっけ、あの島の方の海の中道。海の中道にする。この前あんまりですか？うん、女性 TV。 そうなります。そうなります。そうなります。オフ何してるか聞いてます。オフ何してるか。秘密に決まってる。女性 TV です。女性 TV オフいつも何してるか。インタビューちゃんとやって。ちゃんとやって。ちゃんとやって。インタビューはなれやん。何のインタビューなのかを説明しないと。キックオフ大分のなんか取材されてる。で、オフ何してるかみたいな。オフを何してるか、オフ何過ごしてる。オフ何してるか。もうあれかな、聞いてるでしょ。一番ね。さすが。さすが。これ締めに使えるね。はい、今の締めに使えるね。これで終わります。次回のトリポーターは誰だ？ご期待ください。FC アリアールです。ニュースを目指して頑張ります。せーの、キックオフ大分。キックオフ大分。リーグの後半戦を勝利でスタートしたヴェルスパ大分。次節迎え撃つのは首位のホンダ FC です。勝利のために今日も熱の入ったトレーニングが行われています。ヴェルスパ大分は明日の午後2時から日田市陸上競技場で現在首位のホンダ FC と対戦します。雰囲気としてはどんな感じですか？そうですね、チームも負けてないですし、今連勝しているところなので雰囲気としてはすごく明るくていい雰囲気だと思います。こうどういった戦い方を見せてくれますか？まあ、ホンダとはいつも接戦になって、でお互いにこうなんていうんですかね、打ち合うというか本気でこう戦い合うような試合が多いんですけども、まあ、うちもなんか小細工せずに真っ向勝負していきたいと思ってますし、激しい試合になるかなというのは覚悟してます。今日もかなり明るい雰囲気での練習でしたが、はい、今チームの雰囲気としてはどう感じますか？そうですね、もともと明るい雰囲気のチームなんですけど、夏に新加入選手が加わって、チームにいい勢いをもたらしてくれる2人なんじゃないかなと。新加入したのは大竹拓磨選手と中井武人選手です。新加入選手に来ていただきました。自己紹介をお願いします。柏レイソルから加入しました背番号25番ディフェンダーの大竹拓磨です。左足のキックで、味方の選手にゴールをアシストするとか、そういったところが自分の長所です。ヴェルスパ大分の J3 昇格に貢献するために全力で戦いますので、ご声援よろしくお願いします。フォワード40番中井隆人です。よろしくお願いします。自分はやっぱゴール奪うところと、でもペナルティエリアに入った時のアイデアだったり、強引にシュートに持っていくっていう形が自分の武器です。次のホンダ戦、やっぱホームで勝利することが一番チームの波に乗ると思うので、絶対自分のゴールで勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。皆さん応援に来てください。来てください。そして9月30日には女子サッカーの高校選手権大分県大会が開催されます。出場する稲葉学園高校女子サッカー部を訪ねました。いよいよ大事な戦いが始まります。今のこう調子だったり雰囲気はどうですか？チームの雰囲気は今はすごい、みんな試合に向かっていい感じに、その練習のギアだったりも上がってきてて、できつい練習だったりもみんなで結構声出したりして乗り越えていって、30日に向けてみんなでいい準備をしてます。もうすごく皆さん仲がいいし明るいですよね。はい、これだけの仲の良さってこうやっぱりこう日常生活に何かあるんですかね？みんな寮生活してて普段から結構仲良くしてます。へー、
ご飯とかも一緒に食べたり、お風呂も一緒に入ったり、なんか一つの部屋にみんなで集まったり、一緒に映画見たりして、結構ずっと一緒にいます。そっか、じゃあそういった生活からも団結力を高めているわけなんですね。はい。この稲葉学園女子サッカー部ってこうどんなチームなんですか？めちゃくちゃ明るくて、一人一人が普段から笑顔が絶えなくて、でサッカーが好きな子たちがやっぱり多いので、まあ、そういった部分をこうスタッフと一緒にですね、僕たちはサッカー好きなんだっていう気持ちをこうピッチ内で体現できるように、普段活動しております。次の一戦に向けて意気込みをお願いします。はい。まあ、今まで柳ヶ浦高校さんにはまだ勝ったことがないので、まあ、そういった部分で先輩たちの、悔しい思いも、まあ、胸に糧にですね、初めての悲願を成し遂げれるように、まあ、全員で、いろんな応援を、背にですね頑張っていきたいと思います。高校選手権絶対勝つぞ、キックオフ大分。はい、今回取材に行かせていただいたんですが、どちらのチームに言えるのも本当にエネルギーがすごいんですよ。勝つぞという気持ちが練習中ずっとみなぎっていました。はい、いよいよ秋も近づいてシーズンも大詰めになっているでしょうから、どのチームも勝ってほしいですね。いい結果を残してください。それではキックオフ大分、また来週。